パートナーから離婚を宣言されたら、どういう行動に出てしまうのだろうか。お見合い結婚をして10年目を迎えるイッチ。両親を早くに亡くしてしまったイッチは、ご近所さんからの勧めを受け、夫とお見合い結婚をした。結婚後は、義実家で同居するイッチ。だがある日、義母は交通事故に遭い、介護が必要な生活になってしまう。イッチの懸命な介護も力及ばず、他界してしまう義母の葬式で、夫が信じられない行動に出た。義母の葬儀で私に後ろで立ってろと命じる夫。私を見た親戚一同は驚愕し、先日義母の葬式が執り行われた。優しくてとてもいい義母だった。それは寂しいね。身内がいなくなる辛さは、その人にしかわからない辛さだよね。お母さんがどういう理由で亡くなったかわからないけど、いい関係だったんだね。泣ける時に泣いた方がいいと思うよ。辛い思いがあるなら吐き出していけば、今なら聞いてあげるよ。ありがとう。義母のことは本当にショックだったのだが、その義母のお葬式で、夫に離婚を宣言された。今までずっと溜め込んでいたものを、すっきりさせたいので、こちらに書き込みをしていく。すっきりボールを進呈しよう。ありがとう。ことの始まりは10年前から。私と夫はお見合い結婚だった。私は早くに両親を亡くし、おじ夫婦の家に引き取られ育った。おじの家には一人娘がいたのだが、おじ夫婦は娘と分け隔てることなく、私を子供同然のように育ててくれ、また、いとこである A 子も、私を妹同然のように可愛がってくれた。ご両親もいないんだね。そりゃ優しい義母が亡くなったら辛いわ。でも、おじさん家族がいてくれてよかった。自分の子供と分け隔てなく育てるって、簡単なことじゃないよね。いとこも優しい人でよかったね。俺ここに来たら、親の墓参りに行きたくなった。お盆もお彼岸も行けてなかったからな。親のこと思い出させてくれてありがとうな。私が就職先の内定が決まった頃、いとこの A 子が結婚。おじ夫婦の娘である A 子が家を出たのに、私がいつまでもおじのすねをかじるわけには。行かないと、おじ夫婦に一人暮らしを申し出てみたのだが、おじ夫婦からは、何を言ってるんだ。いくら就職先が決まったからって、いきなり一人暮らしは認めんぞ。だいたい家から通える距離の職場なのに、なんで一人暮らしなんてするんだ。嫁入り前の娘に何かあったらどうする。この家から通いなさい。そうよ、いっちちゃん。A 子が家を出て行ったばかりなのに、あなたまで家を出て行ったら寂しいわ。あなたがこの家を出て行くのは、結婚するときか、転勤するときでもいいんじゃない？と、優しい言葉で引き止めてもらい、私も意地を張らずにおじの家から、仕事に通うことにした。私の住んでいるところは田舎で、ご近所との距離が近い。都会ではありえない話かもしれないが、年頃の娘や息子がいる家には、ご近所さんからお見合い話が舞い込む。A 子の結婚から2年ほど経った頃、ありがたいことに私にもお見合い話が浮上した。おばが、ご近所さんがね、気に入らないなら、断ってくれてもいいからって、強引にお見合い写真も置いていっちゃって、いっちちゃんの気が進まないなら、断ってくれて全然いいのよ。と、声をかけてくれた。就職して2年。まだまだ失敗の連続だけど、頑張って働いて、おじ夫婦や A 子に、恩返しがしたいと思っていた。正直私は恋愛ごとに疎い。男性を見てかっこいいなと思うことはあっても、アイドルを見ているように眺めるだけで、今まで告白をしたこともなければ、告白されたこともない。だから、結婚は無理かもしれないなと、自分の中で自己完結していた。そんな私にお見合い話が来るなんて、夢にも思っていなかったので、私はお見合い写真の表紙をしばらく眺めて、開くの20分近くかかってしまった。10分。眺めすぎだろ。さっさと開けろ。でもなんかわかるな。全く恋愛したことなかったらときめいちゃうかも。この人が未来の旦那様になるかも。って。若いうちじゃないと紹介話も来ないぞ。とりあえず言っとけ。結果として、私はこの時のお見合い相手と、結婚することになるのだが、今思えば、夫よりも義母に惹かれて、私は夫の家への嫁入りを決めたような気がする。夫は私の5つ年上で、一人息子。夫も父親を早くに亡くしており、母子家庭で育った。私も両親を早くに亡くしていたので、境遇に共感するところがあったのかもしれない。それに、義母の姿は、亡き母親と似ている印象があった。顔は全く似ていないのだが、ふとした仕草や言葉遣い。義母が醸し出す雰囲気が、幼い頃のおぼろげな記憶の中にいる。母親と重なって見えた。だから、結婚後は義実家で同居になると言われても、全然苦痛ではなかった。ただ、
私を娘のように育ててくれた叔父夫婦と離れて暮らすことは、本当に辛かったし涙が出た。夫は、口数が少ない人で、仕事の帰りも遅い。夕食は義母と私の二人で済ませ。夫が帰ってきてから、夫の食事を用意することが多くなった。夕食はお口に合いますか？うん。お母さんから、あなたが好きだというおかずを教えてもらったので、明日は楽しみにしていてくださいね。明日は会社の接待があるので、夕食は外で食べてくるよ。わかりました。じゃあ明後日にでも、作りますから楽しみにしておいてください。あのさ、なんか束縛されてるみたいで、少し鬱陶しいんだけど。前約束みたいなのなんとかならない？え？母さんと二人暮らしの時も、食事は別々にとってたし。俺、いろいろ制限つけられるの、好きじゃないんだ。そうなんですね。お互い自由に暮らして、タイミングが合えば一緒に食べるぐらいで、いいんじゃない？と、夫に言われた。私が恋愛沙汰に疎いこともある。それに、叔父夫婦には愛情を持って、育ててもらったが、私にはいつも遠慮というか、人の気持ちを優先してしまい、自分の意見は二の次にしてしまうところがある。そのため、夫に嫌われたくないという思いや、義母と仲良くしたいという気持ち、叔父夫婦をがっかりさせたくないという気持ちが優先され、徐々に夫のペースが優先される生活を送るようになっていった。要するにコミュ障なのね。人間付き合いが上手な人は、俺も含めてにちゃんには来ないかな。相手が無口ならなおさら気持ちがわからないよね。コミュニケーションも取れないし。というか夫のこの態度ありえないんだけど。毎日遅くまで仕事？この時代にそんなブラックな会社があるのか。夫、職場で何か問題抱えてるのかな？夫との関係は少しギクシャクしていたが、私は義母が大好きだったので、それなりに平穏な生活を送っていた。だがそんな平穏な生活も突如終わりを迎える。義母が交通事故に遭い、大腿骨を骨折。車椅子生活を余儀なくされる。事故は自損事故だったため、医療費は義母の保険や、義母の貯蓄から捻出するように、夫から言われていたのだが、事故に遭った義母に、どこの保険に入っていますか？貯金はありますか？なんて、到底聞くことはできない。夫に、夫さんからお母さんの症状が落ち着いたら、確認してもらえませんか？と、言ってみるも。俺の帰宅時間が遅いのは知ってるよね？そんな俺にどうやって聞けっていうわけ？帰宅時間が早いお前が聞いてくれれば済むことだろ？そんなことまで説明しなきゃならないわけ？使えねえな。と、冷たくあしらわれて、それ以上返す言葉が出てこなかった。何この夫？お前は一人で大きくなったのか？違うだろ。母ちゃんがいたから大きくなったんだろ？その母ちゃんが怪我をしてるのに、見舞いにも行かないつもりなのか？白状もの。やっぱ譲って忙しいのは仕方がない。だが、自分を産んでくれた母親が大怪我してるのに。母親のことに関心薄すぎるし、人としてアウトだよ。一輝がいなかったら、全部自分でやるところだっただろうに。感謝ぐらいすればいいのに。お見合い結婚を経て、義実家で同居することになった一輝。義母との関係は良好だったものの、夫との関係は悪くなる一方だった。義母が事故を起こしてから、車椅子生活の義母をサポートしながら、毎日頑張る一輝だったが、その義母も、帰らぬ人となってしまうのだった。結婚して10年、必死に義母の介護を頑張っていたが、義母は帰らぬ人となってしまった。義母は大腿骨骨折を、体調を崩し始め、入退院を繰り返した。一輝さん、若いあなたにお世話をさせてしまって、本当にごめんなさいね。何を言ってるんですか？私は早くに両親を亡くしたので、お母さんと一緒に過ごせる時間が、本当に楽しいんですよ。ありがとう。息子は今日も帰り遅いの？はい、もう慣れました。ごめんなさいね。あなたに全てを押し付けてしまって。あの子、一輝さんに、ちゃんと生活費とか入れてくれてるの？はい。お母さんは心配せずに、早く元気になることだけ考えてください。と、私が返事をすると、義母は何とも言えない表情をしながら、微笑んでくれた。そんな会話をした数ヶ月後、義母が帰らぬ人になるなんて。義母の葬儀の日、私は回らない頭でも服に袖を通し、葬儀会場に立っていた。叔父夫婦や英子も参列してくれ、参列者の出迎えが終わり、家族席へ足を向けようとした時に、夫が私に言ったのだ。お前、座らなくていいから、一番後ろで立ってろ。え？何度も言わせるな。お前は座らなくていいって言ってるんだ。今日限りでお前とは離婚するから。
夫は一方的にそう言い残し、自分はさっさと席に向かって歩き出した。いやいや、この夫大丈夫なの？自分の母親の葬儀によくそんなこと言えるな。母親の介護の間は一輝を嫁の座につかせて、母親がいなくなったら一輝は用なし？一輝のことなんだと思ってるわけ？怖すぎる。怖いし不快だけど、こんな人と夫婦なんて続けても幸せになれないし、離婚して正解だと思うよ。葬儀の間、私の姿が見えないことを不思議に思った親戚が、私が後ろに立っている姿を見ては驚きの表情を浮かべていた。ただ、驚いても葬儀中に声を張り上げる人なんていない。おじ夫婦と A子は私の異変を察知して私に声をかけてくれたが、私自身、義母との突然のお別れと夫からの離婚発言に頭が混乱していた。今は何を言っても火に油を注ぐだけだと思い、おじ夫婦や A 子には何も言わず、夫の出方を見ることにした。葬儀の晩、自宅に戻ると、夫が記入済みの離婚届を渡してきた。お前とは打算で結婚した。母さんが結婚しろしろってうるさかったし、お前には両親もいないから、別れることになっても面倒なことにならないと思った。結婚してみたら愛情も湧くかもって思ってたけど、やっぱり無理だったわ。本当は、もっと早くに離婚したかったけど、母さんのこともあったし、離婚するわけにいかなかったんだ。でももう母さんはいない。俺たちの間に愛情がないことは分かってただろ？もう離婚して、お互い自由になろう。そうですか。わかりました。せっかくなのでお伺いしますが、私との離婚はいつから考えていたんですか？お前には悪いけど、結婚してからずっと後悔してたよ。まあ母さんの介護をしてくれたことには、感謝してるけど、夫婦っていうよりは、介護士と同居してるって感じかな。お母さんの医療費や介護費用に、どれぐらいお金がかかっていたか、夫さんはご存知ですか？え？お前もしかして、俺に慰謝料でも請求するつもりなの？お前が好きでやってたんだろ？今さらそんな金の話とかされても、知るかって感じなんだけど。そうですか。わかりました。離婚届は私が役所に出しておきます。荷物も早々にまとめて、新居が決まり次第引っ越しをします。そうしてくれ。離婚で揉めたら面倒だなって思ってたから、了承してくれて助かったよ。1ヶ月以内には出て行ってくれよ。と、夫は言い残し、風呂場に向かって行った。砂吐きそうなんだけど、なんだこの宇宙人みたいな夫は。よくこんなこと言えるよね。介護士と暮らしてると思ってたなら、介護費用出せって感じ。介護費用いくらすると思ってんだ。夫は義母のことに、1円もお金を使ってなかったってこと？義母の医療費とかどうしてたの？ここまでが、一昨日起こったこと。葬儀の翌日は、疲れから高熱を出してしまい、今日の朝、重い体でリビングに行くも、夫はすでに失禁した後だった。正直、夫からの離婚宣言は、ショックではなかった。むしろ夫から切り出してくれて感謝したいぐらいだ。夫も言っていた通り、私たち夫婦の仲は冷め切っていた。夫には、結婚した当初から、常に女性の影があった。帰宅時間が遅かったのも、仕事が忙しいという理由だけではなく、外で浮気相手と会っていたのだろう。お気づきの通り、夫は自分のこと以外は全て無関心。だから、スーツをクリーニングに出すのも、部屋の掃除をするのも、すべて私がやっていた。スーツのポケットには、ホテルの領収書が入っていたり、書斎の机の上の書類には、浮気相手らしき人から付けられた。夜の約束の付箋が貼られていたり、二人でどこかに行った時に、撮ってもらったであろう、観光地でのツーショット写真が、机の上に置きっぱなしになっていたことなど、10年の夫婦生活の間に、夫の浮気の証拠は山ほどあったのだ。結婚当初は、仲のいい人がいるんだな、くらいにしか思っていなかった。浮気が決定的になったのは、夫がパソコンを立ち上げたまま出かけてしまい、掃除に入った私がパソコンを閉じようとすると、LINE の会話が表示されたままになっていることに、気がついた。何気なく目を通すと、中には夫と浮気相手のラブトークが繰り広げられていたことで黒確定となった。私は夫と浮気相手の会話を、証拠として全て保存したのだ。でも、義母には、夫の浮気の話をしたことは一度もない。義母にとって夫は大事な一人息子だし、体調の悪い義母に夫の浮気問題を、聞かせようとは思っていなかった。今は体力も気力も落ちてるから、おじ夫婦の家にしばらく居候させてもらって、夫の浮気の証拠を持って、弁護士さんに相談するつもりだ。無事決着したら、報告に来ます。
こんなこと言ったら失礼かもだけど、本当に散々だったね。でも夫の浮気の証拠を10年分貯めてるんだから、頑張って慰謝料分だ食ってこい。こんな夫は縁が切れて正解。地獄の夫婦生活からの卒業おめでとう。聞けば聞くほど夫がろくでなし、夫には不幸が待っているに一票。数ヶ月後、久しぶりに一致の書き込みがあった。ご無沙汰です。義母の葬儀の日に、夫から離婚宣言されたものです。義母の死19日も無事終え、夫との離婚も無事成立したので、報告に来た。覚えてる覚えてる。離婚成立おめでとう。夫とは綺麗にお別れできたの？夫なんで葬儀の日に離婚宣言したんだ？って思ってたけど、生命保険とか義母の残したお金を、奪われないようにとかだったりして。確かに。自分から離婚言い出したのに、慰謝料請求するつもりかって心配してたし、お金のことも含めて、早く邪魔な嫁とは縁を切りたかったんだな。前回の書き込みの後、私は弁護士事務所を訪れた。ちなみに、この弁護士の先生は義母の幼馴染で、生前義母から何かあった時には、この弁護士の先生に、渡しなさいと義母から手紙を託されていた。私は義母から預かっていた手紙と、夫との離婚手続きについて相談しようと、これまで揃えた夫の浮気の証拠と、記入済み離婚届を準備していた。義母の介護については、私が全てを管理していたので、これまで自分で書き残していた、義母の介護日記も何かの役に立つかもと、一緒にバッグに忍ばせていた。弁護士の先生からは、お母さんのことは残念でしたね。私も幼馴染がいなくなってしまって、寂しい限りです。結婚後は疎遠になっていたのですが、彼女がこんなに大変な思いをしていたとは、今日ご持参いただいた証拠は、十分夫さんの浮気を立証できるものです。しっかり慰謝料を請求しましょう。それに、私も彼女からの手紙で、頼まれ事をしてしまったので、そちらの手続きも合わせて進めていきましょう。と、言ってもらい、弁護士の先生と一緒に、夫の元に向かった。家で待ち構えていた夫は、横柄な態度で私たちに対応していたが、弁護士の先生が見せた、結婚後、夫が繰り返した浮気の証拠の数々と、義母の介護の記録から、私が十分に離婚の慰謝料を請求できる立場にあることを聞き、慰謝料請求の金額を目にした途端、態度が一変した。あなたのお母さんと私は、幼馴染でしてね。結婚後はお互い疎遠になっていたのですが、あなたのお母さんから手紙をもらいましてね。今日、こちらに伺った次第です。は？手紙？母さんから？はい。お母さんが生前、こちらのご自宅を担保にして、お金を借りていたことをご存知ですか？は？金を借りていた？はい。お母さんが介護が必要な状況は、息子さんのあなたも、把握されていましたよね？まあ。お母さんは介護が必要な状況で働けない。そんな状況でお金がどこから捻出されているか、考えたことはなかったんですか？それは、親父の残した保険金とか。お母さんの手紙によると、お父さんの保険金は、あなたを大学に行かせるまでの資金や、あなたの結婚資金に、ほとんど使ってしまったそうです。唯一お母さんの手元に残っていたのが、お父さんの残してくれたこの家です。お母さんはこちらの家を担保に、自分にかかる医療費や介護費用を、自力で捻出していたようですよ。俺に何の断りもなくかよ。どうしてあなたから、お母さんに聞いてあげなかったんですか？あなたからお母さんに声をかける時間は、あったと思いますよ。俺は仕事が忙しくて、母さんのことは、嫁が担当してくれていたので。そうですね。お嫁さんの介護日記、目を通させていただきました。お母さんからいただいた手紙にも、お嫁さんには大変お世話になったと書いてましたよ。そうそう。嫁がちゃんと面倒見ていたので、介護を放棄していたとかではありませんよ。でもあなたはそんなお嫁さんに、お母さんの葬儀の日に離婚を言い渡し、家族席にも座らせず、離婚届を渡して追い出したそうですね。それは。そしてあなたは結婚後から、繰り返し浮気を重ねていた。あなたに慰謝料を拒む権利はありませんよ。弁護士の先生に淡々と説明され、夫は黙り込むしかなかったようだ。それと、こちらの家は、お母さんの遺言により、売却することになりましたので、早々に新しいお住まいを見つけてください。はぁ？売ったお金で、銀行への返済を済ませ、残ったお金はお嫁さんである一輝さんに、すべて残すと聞いてます。
なんだよそれ。ふざけんな。私は弁護士です。ふざけてこんなことは申しません。こちらにはお母さんの遺言状も残っております。ちゃんと正式に手続きさせていただきますので、ご安心ください。遺言状のことは、私も聞いてびっくりした。義母はどうやら息子の浮気に気づいていたようだ。浮気されても何も文句を言わずに、義母の世話をする私を見て、心配していてくれていたのだと、義母が帰らぬ人となってから気がついた。夫の浮気のことは、ただ義母を心配させたくないと思って、黙っていたのだが、今思えば、もっと義母に、相談していてもよかったのかもしれない。黙って、私のことを案じてくれて、最後に私にお金を残してくれた義母の気持ちに、ただただ涙が出た。なんだ、このスーパー弁護士は、お母さん最後に隠し玉出してきたじゃないか。亡くなってからも一致を守るって、ほんとめちゃくちゃかっこいい。ええ、まさかの展開なんですけど、お金を借りていたって目にしてビビったけど、借金が残るんじゃなくて、遺産を残してくれてたってことね。感謝されてたんだね。よかったね。一致、ご両親も義理の母親も、早くに亡くしちゃったけど、おじさん夫婦も含めて、大切にしてくれる人がいてよかったね。義実家を出てから、私はおじ夫婦の家に出戻りした。当初は少しの間だけのつもりが、離婚でいろいろあった私を心配し、家から出ていくことを禁止したのだ。おじ夫婦の家は居心地が良すぎて、英子も私が一緒にいてくれると、安心だと言ってくれるので、しばらくはおじ夫婦の家で、同居させてもらうことにした。夫のその後はというと、社内の会議室で、後輩と問題行動をとっていたらしく、左遷させられたそうだ。この話は、義母の墓参りに行った際に、親戚の人と会う機会があり、噂好きのおばさんに教えてもらった。夫には愛情もなかったので、同情の余地もない。ただただざまだ。今回は、義母や義母の幼馴染の弁護士の先生の協力のもと、無事、夫との離婚が成立した一致。もしもあなたに一致のような夫がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、生命保険文化センターの調査によれば、介護費用の自己負担額は平均月 7.8 万円でした。医療費はバカになりませんね。